小麦属、タージガムサブスプ、トラニカム MNHT 標本、ホラーサーン小麦という商標で流通する、古代穀物の一つ。名前の由来である歴史的な地名ホラーサーンとは、現代のアフガニスタンとイラン北東部から中央アジアの一部にわたる地帯を、指す。現代の小麦と比べると、粒の大きさは2倍で、ナッツのような濃厚な風味がある。あるいは股族に、 オリエントの小麦とも植物の同定は確立していない。小麦属の仲間タージダムサブスプ、トゥラニカム、時にはポーランド小麦ティポリニカムと誤って同定する記述を目にすることがある。共通点は両方とも潮流で、相違点はこの種の特徴である長いからの有無である。最近の DNA 諮問法による遺伝的証拠から、 この品種はおそらくデュラム小麦ティーデュルムとポーランド種との自然交配に由来すると示され、過去に分類を果たせなかった困難さの説明がつく。一年生自家樹生イネ科植物として穀物を得るため栽培され、姿はパン小麦と非常によく似るものの、コクは現代の小麦粒の2倍と大きく千粒へは最大 60g。現代の小麦よりもタンパク質の種類が多く、 脂質やアミノ酸、ビタミンやミネラルの含有率が高い。粒は琥珀色で、ガラス質が多い。この品種の正確な起源は不明で、1921年にパーシバルはおそらく肥沃な三日月地帯に由来する古代、種であると記述した。一般名は、イラン北東部からアフガニスタン、中央アジアからオクサス川に至る広大な地帯と同義であり、 その由来は現代イランの休業性区分と共通する。アナトリアッキ建説を示唆する研究者もトルコにいる。工作地の範囲は、近東から中央、アジア、また北アフリカに渡り、おそらくは商品作物としてではなく、伝統的に個人が食べるため上規模に栽培してきたと考察される。現在、ヨーロッパでは主にパンの材料として栽培し、 食用には、中東のいくつかの地域でもあまり広くない、自家消費用の工作地で育てているとみられるが、ホラサン地方における、主な用途は、ラクダの餌である。飼料 100g で比べると、小麦は、生理的、熱量 337kcal ロロ、必須栄養素も次のように種類も量も、多く含む。追加摂取量を個別に見た別表の通り、タンパク質、食物繊維、 複数のビタミン B 群、ミネラル、特にマンガンが取れる。また、蘇生は、水分11%、炭水化物70%、脂肪2%、タンパク質15%、タンパク質含有量が高く、ガラス質の成分不止まりは高い。グルテンを含むため、グルテン関連の疾病のある人には不適。セリアック病、グルテン過敏症、小麦アレルギーなどには近忌である。 4倍体であるホラーサーアン小麦は種であり、一般的な生物学的特性はデュラム小麦に似ている。病気は他のすべての小麦の仲間とほぼ同じで、真菌に感染して赤カビ病や黒穂などが発生し、特に前者に非常に弱い。菌に感受性が高いため、工作には輪作が非常に重要、特に有機栽培には欠かせない。要件は多かれ少なかれ。 デュラム小麦に似ており、生産体制にもよるが、トウモロコシなど、特定の穀物を収穫した、直後の畑には植えないこと。臨作の典型的な作物にはキャノーラ、ヒマワリ、豆類、ソルガムに加え透過植物などがある。育種学の目標とは、農学、または栄養学の面で作物の品質改善を図ることで、ある。最もよくある課題に、収量の改善。 病害中に対する抵抗性の向上、均質な成熟があり、さらに環境ストレスとして、干ばつや酸性土壌、高温、または低温などの耐性を上げようと努めている。減損する小麦の仲間のほとんどは倍数体で、一般的なパン小麦の6倍体に対し、ホラーサーアン小麦は4倍体のため育種用の遺伝子プールは、やや4倍体野種に傾き、デュラム、ポーランド、 ペルシャ、カワムギ及びポラードなどが選ばれる。この遺伝子プールは、アリフレタ赤カビ病などの菌類体生種の開発に特に注目されるが、問題はあまり投資を受けられない点にある。つまり、デュラム小麦を除く、小麦の4倍タイヤ種のほとんどは、換金作物として重視されず、したがって、パン小麦が重要な作物と評価されるのと比べると、集約型の育種について、 商業的なインセンティブが足りない。本文の転居。ABC 順。発行年順。ありがとうございます。